1902年に出された画集、ラーション家の人々に収録された、油絵、トランプ遊びの支度に描かれた、リラ・ヒュットネースの食堂。カール・ラーション・ゴーデンは、スウェーデンの画家カール・ラーションが暮らした家、リラ・ヒュットネースに与えられた有名な名前である。それは、スウェーデンのダーラナ地方、ファールン氏の小さな町、スンドボーンにある。画集、私の家に収録された、 水彩が片隅で、スウェーデン国立美術館所蔵。同じく水彩がお母さんと娘たちの部屋、同美術館所蔵。カール・ラーションは1883年、カーリン・ベイリエイと結婚し、1888年にカーリンの父アードルフ・ベイリエイから家を土地付きで譲られた。それがリーラ・ヒュットネースである。ラーション夫妻が入居する前、 リーラヒュットネースと呼ばれていたその家は、5つの部屋の、ある2階建て家屋であった。その後数年にわたって、家は改装され、アトリエが設けられ、後に、大きなアトリエを離れ屋として新築した。さらに母屋と離れ屋の間に2階建ての家を建てるなど、増築を重ねた。この間、屋内のインテリアも整えられていったが、家具やカーテン、タペストリーなどのデザインには、 カーリンの芸術家としての才能が発揮された。しかし当初は、夫カールの作品として、世界中に知られ、後に、カーリンの作品と認識されるようになった。夫妻はこの家で7人の子を育てた。1899年には、カール・ラーションはこの家での生活を題材にした絵を、収めた画集、私の家を出版した。1902年に、エウシエン王子が、 リーラ・ヒュットネースに宿泊している。訪問の記念にとカール・ラーションは死を添えた水彩画、スンド・ボーンに泊まったプリンス・エウシェーンへの目覚めのお祝いを送っている。絵には、リーラ・ヒュットネースにある17世紀風の客室、昔風の部屋、フリースラント家具の扉の内側のアルコール内のベッドで目覚めたエウシェーンや二人の少女が描かれている。現在その絵は、 王子の邸宅であったバルデマッシュで記念館に所蔵されている。カール・ラーション・ゴーデン・ドー・カールとカーリン夫妻の守護は彼らの子孫が作った組織がリラ・ヒュットネースを運営管理している。ラーションが生前暮らしていた時の状態を保ちつつも生活ができるようになっており、1993年時点ではラーションの次男の息子夫妻がこの家に住んでいる。カール・ラーション・ゴーデンは 観光名所として知られており、年間に約6万人が訪れている。一般公開は、毎年5月1日から9月30日まで、午前10時から午後5時までとなっており、家の中も見学できる。この記念館はまた、カール・ラーション・ミュージアムとしても知られる。日本美術に高い関心を持っていたラーションは、錦絵、陶磁器、日本人形といった美術工芸品を、 多数集めており、それらは記念館で見ることができる。ありがとうございます。